前回の動画では支持基底面と重心の取り合いについてまとめて深いターンの難しさを説明しました。今回はどうやってそれを解消するかという話をしてみたいと思います。まずは前回のおさらいです。安定して自立できる状態を支持基底面の広さと重心の高さの2つに分けて説明しました。そしてスノーボードは板を傾けて曲がる乗り物であるため、支持基底面はどうしても狭くなってしまうことをお話しました。つまり安定感を高めるために残された方法は重心の高さを低くすることしかありません。重心を低くと聞いて勘違いされる人もいるかもしれませんが、雪面ギリギリまで体を傾けるビッテリーターンのような滑り方ではありません。ここで言う重心の高さとは支持基底面からの距離のことを言います。前回の動画で外力が働いた時に重心が高いと不安定な理由は、合成される力の向きが支持基底面から外れやすいとお話ししました。これについてもう少し詳しく考えてみましょう。同じ幅の支持基底面に対して重心位置が違う2人を用意しました。身長が高い痩せ型の A 君、身長の低い肥満体型の B 君は共に体重が80キロとします。身長が違うので重心位置こそ違いますが、体重は一緒なので重力による力の大きさは同じです。そしてここに同じ力の外力を加えれば合成される力の大きさ、向きも同じになります。同じ力であれば安定感に差がないように思えますが、 B 君は力の向きが支持基底面から外れていないのに A 君は外れてしまいました。その理由を詳しく見ていきます。重心にかかる力が支持基底面を超えない範囲とは、重心から支持基底面をつないだこの三角形の範囲になります。つまり三角形のこの角度が耐えることができる力の向きを表しています。角度の大きさを見てみると、 A さんは約36度しかないのに対して B さんは約52度もあります。前回の動画で支持基底面の広さと重心位置の高さについてまとめましたが、実はこれはこの角度のことを分かりやすく表現するために2つの要素に分けてお話をしていました。これを理解した上で話をスノーボードに戻すと、重心位置を低くするということは板に体を近づけるという意味だと分かります。そもそも前回の動画でも板を傾けるとバランスが取りにくくなるというお話をしているのに、体を倒して重心を低くするという方法は矛盾した話であることも分かります。では重心を板に近づける方法について考えてみましょう。ターン時の理想的な姿勢としてよく言われているのがリーンアウトです。リーンアウトとは簡単に言うと、ターンの時に上半身を起こしてくの字のような形をとった状態のことを言います。体がまっすぐであれば、本来もっと遠くにあった頭の位置がくの字にすることで板に近づきました。人間の頭の重さは体重の約 10% 程度と言われていて、体重60キロの人であれば約6キロの重さになります。これだけの重さが板に近づけば、重心位置を板に近づけることに大きく役立てられます。リーンアウトは重心位置を下げる効果があることが分かりましたが、リーンアウトには他にも大きな効果があります。それは横方向の重心移動です。横方向の重心移動について理解するためにちょっと実験をしてみましょう。イラストのように壁にかかとをつけて立ってみてください。そしてその場でお辞儀をするように体をくの字に倒してみましょう。きっとあるところを境界に上半身を支えることができず、体が倒れてしまったはずです。これは重心が前にずれて、重心位置が支持基底面の範囲、つまりつま先よりも前に出たことを意味します。この横方向の重心移動がターンをする上で大きな効果を発揮してくれます。この効果を理解するために、まっすぐに伸びた状態の C 君とくの字になった状態の D 君を用意しました。くの字に折れた D 君はこのままでは重心位置が支持基底面を外れて倒れてしまうので、体の向きはこのように修正してみましょう。ここで注目したいのが足の角度です。
板を履いている状態であれば、足首はブーツ、バインでロックされている状態なので、板の角度はこのようになっているはずです。この条件でターンを再現するために、体を45度倒してみると、45度しか傾かない C 君に対して、すでに板が傾いていた D 君は67度も板が傾いていることがわかります。中心位置の傾きとしては同じ角度なのに、実際には板の傾きにこれだけの差が生まれています。これがリーンアウトの効果です。これだけでも大きな効果ですが、四軸底面と重心位置をさらに詳しく観察すると、他にも面白い結果が見えてきました。C 君、D 君ともに板が60度傾いているときに、先ほどのように重心と四軸底面を結びます。注目すべきは、その三角形の向きです。C 君は重心から39度の方向ですが、D 君は62度の方向になります。ターンで板を立てるためには、体を倒す必要がありますが、体を倒しても転倒しないのは、遠心力という外力が発生して、力の向きが変化するからです。この三角形は、耐えることができる力の傾きの範囲と説明しました。C 君にかかる力の向きは、この三角形の範囲から外れて転倒してしまいました。これは遠心力が小さいためですが、強い遠心力を得るためには、もっと板を傾けたいのに、板を傾けると転倒するという矛盾が発生してしまいます。一方、D 君は内側に向いた三角形のおかげで、C 君よりも内側の角度に耐えられるので、転倒はありません。リーンアウトをすると内倒を防げるという、とても大きな効果になるわけです。四軸底面と重心という観点から見えてきたリーンアウトの効果は、重心が板に近づくので安定感が増す。重心に対して板が斜めになっているので角付けしやすい。耐えることができる力の傾きが内側に補正されるので内倒しにくい。この3つです。実際のリーンアウトの姿勢の作り方についてはまだまだ私も勉強不足ですが、高い重心ではバランスを取りにくいことが分かったので、重心を低くして滑る経験値を積むということから始めてみたいと思います。重心を低くして滑るのは筋力も必要となり、とても疲れる姿勢になります。シーズン初めは普段の生活ではあまり使わない筋肉を使うためか、いろんなところが筋肉痛になってしまうのがよくある話です。そこで活用したいのがスケボーです。スケボーはスノーボードに似た部分を多く含んでいます。オフシーズンスケボーで低い姿勢で滑ることを意識して続けて、スノーボードを滑るときと近い筋肉を鍛えるだけでも冬場のスノーボードの質を高めることができるかもしれません。今年のオフトレでは今回の動画を踏まえて、まずは低く滑ることを意識して練習してみたいと思います。皆さんもぜひオフシーズンでスケボーに挑戦してみてください。参考になった方はぜひ高評価をお願いします。なお今回の動画では説明に簡略した部分もあり、実際とは異なる部分も含んでいるのでご了承ください。皆さんの考え意見がありましたらコメント欄にお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。